皆さんこんにちは、ホタテです。はい、前回パート20はねすごい回でしたね。クッパを倒して、ついにワールド5に進出しましたが、同時に年明けと、実況中に、2016年から2017年になったということで、それに続けて今はまだ実況しています。ということで今ね2017年1月1日の、0時19分今、まだ新年早々ですが、パート21を撮っていきたいと思います。いいね、この銀河の泡構造を見ながら。次行きましょう。行くぜ。なぜか雲マリオだが行くぜ。さあ、ワールド5はね稲妻の雲海ギャラクシーから始めていきましょう。かっこいいね、なんか中二病でが考えたような。静まれ俺の腕、稲妻の雲海ギャラクシー行きましょう。はい、2017年初じゃないんだよな。まあ一応前回2017年、あ、ま、戻っちゃった。ドーン。はい、稲妻の雲海ギャラクシー続けていきましょう。2回目だが、電撃ビリビリアスレチック。はい、わかりました。電撃ビリビリアスレチック、アスレチック系は得意だと思うよ。おお、スペースコロニーやんこれ。ふえふえ、オッケー。まあ名前からしてめっちゃビリビリしてそうなとことか。うわ、もう最初からめっちゃビリビリしてんやん。ルイージがいる。たまにはルイージ使ってみるか。ヘイ兄さん、パワースターの探しの調子はどうだい？たまには気分を変えてみないかい？プレイヤーキャラクターをルイージに変更できます。だそうです。僕と交代するかい？はい。プレイヤーキャラクターをルイージに変更できるってのはね、ちょっと、この前コメントで教えてくれたので、コメントで見たので、わかってますが、交代しましょう。やあ！オッケー！たまにはルイージでね、プレイしていきましょう。はい。ルイージ頑張ろうぜ。おお、何今の、めっちゃなんか今雷みたいなのならなかったあ、こういうやつか。オッケーあー、またこういうステージか。初ルイージだよ。ほらルイージめっちゃ滑るんだよこれ。だからちょっと使いづらいんだけど、まあ大丈夫だろ、なんとかなれだろいや、なんかこういうタイプの重力俺結構好きなんだよね。前何ギャラクシーだったか覚えてないけど、前も出てきたけどさ。いや、うわぁ何やってんの俺。これあかん、あかん、あかん。あ、オッケー。おい。なるほどね。じゃあ、届く？あれ。ギリギリ届きそう。ギリギリ届くあれ。行くぜ。届かなかった。でも大丈夫。オッケー。うい。うい。おー、危ねえ。危なっかしいな、もう。あ、やばい。うい。オッケー。はい。あー、間違えた。うい。オッケー。水星コインが見えるぞ。水星コイン。電撃に当たんないように。取らなきゃいけないってことね。行くぞ。行くぞ。ほい。取れました。届け。あ、やばい。まあ次回届くだろう。オッケー。オッケー。いいね。おお、なんだこれ。あれやん。なんか家庭科の授業で見た糸巻くやつやんこれ。懐かしい、家庭科が懐かしくなる。めっちゃ俺家庭科苦手だったな。おお、ボム兵やん。ボム兵が下にいる。なんだこれ、どこに行かなきゃいけないんだ。下に行かなきゃいけないんでね、つまり。あ、ここから出して。ここってどこ？入ってないじゃんお前、この中に。あ、このガラスから出さなきゃいけないの。じゃあ俺中入れないのこれ。どうやって倒せばいいんだこれ。あ、ボム兵俺追ってきてんの。おお、追ってきてるやん。あーってことはあれか、
ああはい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 、分かった分かった分かった、なるほどなるほど。じゃあボム兵を丸いドームのところまで持ってこなきゃいけないってことか。わかりました、行くぜ、ついてこーい。あ、やばい、うん、はい、あー届かない、あ届いた、よし、おーおー落ちた落ちた落ちた、オッケー、なるほどいいね。あこんにちは、誰でも私も外に出られます、助けてくれてあなたに、だってなだって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 だアナボムヘースピンで味を止められます、止めたら担いでリモコン振って投げて、それは分かってます、マリオガラクシー1にもあったからねその仕組みは。えいバイバイ。ちなみにこれちょっとやってみたいことがあるんだけど、やってみたいことがあるんだけど、こっちから届くよね、届く、おお、なんか見た感じでそんな気がしたから、よしいいね、おお、なんだこれ面白いな、このゲーム重力がマリオギャラクシー1よりも変になってるけど、あベーゴマンじゃん、こんにちは、こんにちはベーゴマン、チビベーゴマンこんにちは、あこいつを壊す、邪魔で、あ1アップ、 OK、 おおいろいろめっちゃくちゃ怒ってんな今回、ここ、ああ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 あ、危ない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 、おいオッケー、ああああ、じゃああっちに、おーっとまだ探検しきってない気がするけど、あ落ちた落ちたわー、じゃあそのままこっちに進んでいきましょう、あ届かなかった、調子乗ったプレイするとこうなるんだよみんな、あまり調子乗ったことしちゃダメだからね、本当だよ本当だよ、ホタテからの切実な願いでしたあんまりアホなことはしないでね、うわー出たホーミング、俺ホーミング電撃結構嫌いなんだよな、あのトイボックスギャラクシー、マリギャラ1のねトイボックスギャラクシーに出てきて以来ね結構ホーミング電撃嫌いなんだよな俺、まあいいだろう、うん、オッケーオッケー、んーやほいで、おー時々このなんか雷みたいなエフェクトがあるな、あやばい、死ぬの死ぬんかい、何か国会だ、まあ、タップすることになるでしょう、あタップじゃないバイトだバイト、めっちゃ雑だが、なんとかこっちの方まで取れてますが、まあ慎重にやれば、また死なない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 、 OK、 うわーホーミング怖え、あら OK 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 オッケー、電撃、電撃じゃねえ、なんて言うとこと、稲妻の雲海ギャラクシーの最初のサワーで、下が回らないんでね、今。なんでだろうね。なんで下が回らないんだ。ちょっと自分ビンタしたら、下回るようになるか。いて。プッ。ララ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 ラ。よし。なぜかビンタしました。稲妻の雲海ギャラクシーにゴーストが現れた。ゴースト、なんだそれは。ゴースト、ニューヨークの幻だっけ、おうわ4つもめっちゃ行くとこ増えたやん、すごい、わ、なに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 、兄さん、僕の活躍見ててくれたかい、また宇宙のどこかで出会ったら僕に任せておくれよ、じゃあまたね兄さん、いやもうちょっと手伝おうよ、いなくなんのかよそれで、うん、まあルイージね、ルイージ身体能力は高いよね、めっちゃ滑るが、はいということで、
1500は持ってないかな、持ってるかな、まあいいや。あの腹ペコチコわざわざ行かなくても他に行けるところめっちゃあるので、カチコチ溶岩ギャラクシー、流れる星砂ギャラクシー、お化けの迷宮ギャラクシー、はちゃめちゃ引力ギャラクシー。前にもなんかこんな名前のところあったよね。めちゃくちゃ引力ギャラクシーだったか、あ違う、あべこべ引力ギャラクシーだわ。そうだそうだ、じゃあお化け行こう。お化けの迷宮ギャラクシー、ちょっと俺ホラー苦手だけど、ホラーやだよ、ほらやだよ。俺子供の頃ね、子供の頃ゴーストバスターズ見て寝れなくなったホタテです。本当の話ですそれ。びっくり絵本のシルバースター、はい、あーホラーは苦手なんだよな。そんなにホラーっぽくないんだろうけどな、マリオだからな。まあマリオだから大丈夫だろう。おーいいね、またファントムギャラクシーの背景だねこれ。オッケー、うわー、この BGM やん、うわ、怖っ。これ、従来のマリギャラやないやん。まあ、超えれねえし、これ。怖えよ、これ。マジで？ホラーゲーム実況やりたくないんだけど、ましてや夜中だし。2017年早々死んじゃいそうなんだけど、これ。やだ。なにこれ？怖っ。お前は怖くないんだけどさ。怖い、暗闇怖い、あ、こんにちは。おー、怖くなくなった。これスピンするとね、2回食らわせなきゃいけない。なんかヒップドロップできなくなってね。あ、痛い、もう諦めよう。諦める。あ、なんだ、ちょっと時間長かった今回。わわわわ、いや、そりゃないよ。ちょっとスポーンキルはねえよ、スポーンキルずりーよお前。はいはいはい、ワンアップがあるからワンアップ取りに行き、あー行けないか、仕方ない、こっちに進むしかないかな。あ、オッケー、よかったのかな今ので。うわー、なんだこれ、泥沼っていうか、すんごい嫌な色した沼だな。まあいいや、オッケー。あ、崩れる、地面が崩れてく、怖いな。まあ大丈夫だろう、そんなに難しいものではないだろう。これこっから直接行けんじゃねえか。ああオッケー。ちょっとこのワールドがどんな風になってんのかちょっと端から見てみたい。ああ一人称できないパターン、一人称できないパーティーでしたが、わかりました。おっと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 、あー危ない、段差になってんだね。こんにちは、ふっ、よし、ああジャンプしなくても普通に取りに行けるんだね。面白いなこの仕組み。え、こっちどこ行くのこれ。おお、あー危ない、あーこっちか。こう、おうおうおお、そのまま続けるの、オッケー。おお、うえー、面白いな、それもそれで面白いな、その仕組みもなんか面白いな。へえ、おお、いいねこの折りたたみ系、いいね。オッケー、水星コインも取れた。わ、背景じゃなかったの。背景じゃねえんだこれ。いやー、なんか子供の頃ね、あの三日月が本当にこういう形してるって信じてた人多いよね。俺は多分そういうのなかったと思うけど。これは慣性の法則使えってことか、使うまでもねえか。 OK、 こんな面白いな、お月様、こういうお月様の、星があるみたいですが、さあ星に行きましょう。オッケー、おお、めっちゃスターピースあるやん。オッケー、こんにちは。あんぷんってパッ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 、そっち見てたのに、見ると怖えんじゃねえのかよ。かわいいね。テレザかわいいね。
なんかこれあれだよ、なんかちょっとサムネに使いたくなってきたちょっと震えてね、テレサ。かわいい。オッケー、かわいいね。だるまさんが転んだ。だ、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 来ちゃダメ。シルバースターを取るってことだね。どうやって取るんだ？なんかめっちゃ上の方にあるけど。あー取れない。どう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 すんどうすんだこれ。おーおーおお、なんだお前。スイッチ痛い。おお、絵本飛び出す絵本、そういうことか。面白いな。はい、あワンアップあるやん。ワンアップ。おおおお、なんで出て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 。うん、お、じゃあまたスイッチを押さなきゃいけない。あれ、あタイマーで、あーそういう風になってんだね。わかったわかったわかった、わかりました。タイマーでオンになったりオフになったりするってことですね。へー、面白い仕組みしてんね。とりあえずちょっとスターより先にワンアップちょっとしておきたいけど、ワンアップするにはまずね、ここくんじゃねえアホ。ここに立ってると多分上に登ると思うんだ。オッケー。で、今度、こう。あ、絵本や、やっぱこれ。どこ押した？あった。いや、痛い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 、死ぬ。あ、取れない。痛い。もう危ないな、もうみんな。バイバイ。みんなのことは忘れないよ。バイバイ。オッケー。ということで、お化けのステージ、取れました。19分か。微妙なとこだ。カットのしどころ、ちょっとあったんだよな。次行っちゃう？次行くとちょっと長めになっちゃうけど、長めにするか短めにするか。まあ、長めの方がいいか。じゃあ、もう一個行くか。じゃあもう一個行くぜ。じゃあ、あまり時間は無駄にできない。早速行きましょう。もう一個、このはちゃめちゃ引力ギャラクシーに行きましょう。まあ引力系だからすぐ分かるでしょ。でも前なんかあべこべ引力ギャラクシーの時は地味に死んだんだよな。不思議16アスレチック、オッケー、やってみましょう。不思議16アスレチック、おお、面白そう。オッケー。おお、またこういう、ほんとあべこべと似てんね。オッケー。痛い。オッケー。オッケー。で、こっちに行くと。おお、面白いね。お、マリオギャラクシーではこういうところなかったんだよね。永遠ループできるところ。で、いつも俺はちょっと思ってたことなんだけど、こういうところでヒップドロップしたらどうなのって。マリギャラ1の頃から思ってたんだよ。ただマリギャラ1だとこういう状況がなかったから。行くぞ！マジか。なんかちょっとカオスにさ、ヒュ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 ってなってればなんか面白いなーって思ったんだけど、特にそういうのではなさそうだ。わかりました。あ、じゃあ、はい、じゃあ、普通に。もういいです。もういいです。進みたいです。進ませてください。はい、わかりました。いいね。面白い仕組みに。ああ、なんだ今の、なんだ今の。どうやってあれ取るんだ？どうやって取るんだあれは。わかんねえな。ああ、わかった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 。行きたくない行きたくない。行かない。わかったわかったわかった。わかったぞ、生き方。生き方はわかんないけど、1アップの取り方はわかった。1アップの取り方はわかった。1アップの取り方はわかった。わかったぞ、わかったぞ。こっからこうやっていくんだ。ここ、あん。
こうじゃない、この足場からあっちの足場に乗って、ちょっと一回待ちます。一回ここで待ってから、次の足場が寄ってきたら、今度あっちの足場に乗ります。で、こっちの足場に乗ったら、あ、この土管も行けるやん。では、土管に行く前に、まずこの足場の上に乗ります。それでこうやって1アップ取るでしょ？こうやって1アップ取ってから、まずこっちに戻ってから、あ、やだ、落ちたくない、落ちたくない、ああ、ちょっと落ちるんじゃなくて、この足場に乗るでしょ？この足場に乗ってから、またこの足場に乗って、また一回待ちます。この待ってる間がなんか地味にもどかしいんだけど、このもどかしい待ってる間が終わったら、今度こっちに寄って、この足場に乗ってからこの土管に入ります。土管の中に何があるのかな。あ、ファイアボールがあるからファイアボール使ってどんどんこれ多分真正面からやるんじゃなくて、これ横に行ってから横からずっとこういう風にやってればいいやんって個人的には思うホタテです。これでいいんだよね。あ、土管あるやん。ちょ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 、これ土管はなんうわそう、まあどうせこの動画長くなるところだったからちょうどいいんじゃない。嫌だけど、ちなみにこれ事前に箱壊せるやん。これあれ、でで、こうやって1個だけ残して始めると、もしかしてここは行き止まり、ただのゴミ焼却所や。この箱よけ増えてまうや、かなわんは。あ、増えてしまうってことはリスポンする、まとめて燃やしたろかとも思ってるんや。あんたパパーっと燃やしてくれへん。いや、もう大丈夫です。ほら、もう大丈夫です。もうほとんど燃やしたから、ほら頼むわな。あら、あー、おいマジかよ。はい、わかりました。じゃあどうやるのが一番いいのかな、今回は。ここからこういう風にで、こうしてここは斜めに、うわー結構きついな。はい、壊れる。よし、壊れた。おー結構ギリギリだったな。オッケーオッケー、大きに大きに綺麗になったわ。さ、これ拾ったやつやけども、よかったら持っていき、ここバーいったー、いったな、すぐ、はい。なんか大阪のおばちゃんってほんま、ほんま、なんかノリで言っちゃったけど、本当に擬音語使うでね、道聞いたら、ここだーいったな、あっち曲がった、あーいったら、そこや、みたいな。はい、わかりました。はい、スタート取れました。まあ、いいんじゃない、どうせ、このまま正規ルート続けてたら長いエピソードになるとこだったし、ちょうどいいところに出てきました。本当はこういうミッションあまり好きじゃないけど、まあ今回はよしとしましょう。さて、取るで。おい、やだ、もう一回取りましょう。 OK、 取れました、スターゲットということでね、今回、パート21はスターを21個取れました。あ、21個だねえよ、21個取ったらとんでもねえよ、3個だよ3個パート21では、スターを3個取ることができました。いいね。ということで、パート21は、これで、あ、違うな、こっちに入ってきた。あ、ファイヤーフラワー、最初の時には持ち帰んなかったんだね。あれなんだい、ついた花なんて気持ち悪いね。いや、お前スーパーマリオシリーズの伝統をけなしちゃダメだよ。お前、あんた本当に変なもの集めてくるね。まあいいじゃないか。いやー、ダメだよ、スーパーマリオシリーズの伝統だよ、その顔のついた花ってのは。ということで、今回は、これで終わりにしましょう。見てくださった方ありがとうございました。あー、新年早々俺は実況テンションだが、親が帰ってくる前に多分あと1パートできると思うから、これ終わったら続けてもう1パートやりますが、多分、パート22で、今回の収録は終わりにすると思います。今回3回目の収録なんでね、1回目の収録はパート1からパート12の途中、2回目の収録は パート12の途中から 18? で、今回は19から多分22まで続くと思います。ということで、見てください。見てくださった方ありがとうございます。見てくださった
った方、ありがとうございました。ホタテでした。またパート22でお会いしましょう。バイバイ。